皆さんこんにちは、りゅうかです。はい、今回ですね、こちら、プリーン！新しく韓国コスメを買ったので、こちらを紹介していきます。では、韓国コスメ、はい、今回は韓国コスメ買ったんですけど、僕ずっとクリオのファンで、クリオのアイシャドウ、素顔の、下地とかずっと同じの使ってて、やっと買ったので、今回は使いながら紹介していきます。どうやってこの商品を選んだかっていうと、僕、前、YouTube ライブで、みんなにおすすめのコスメ教えてもらって、それを、買いました。まず一つ目はこちらです。プリーン！ロロシッポゼ UV レア XL プロテクショントーンアップです。日焼け止め乳液使用下地っていうやつですね。SPF50 プラス PA++++ パールホワイトを使っていきます。これ結構本当に、みんな結構ラロシッポゼがいいって来てて、値段はですね、僕は公式のサイトで買ったんですけど、これは、3700、僕が買った時は3740円で、ラロシュポーゼ、ターマルウォーター、ミスト状化粧水と、あと、なんだろう、ラロシュポーゼ、敏感肌エイジングケア美容液ついてきました。一つ。で、これはおまけだからいいと思うんだけど、これが3740円でした。で、どんな感じなんだろうね。で、ちょっと緊張する。開けていきます。フランス製なんだ。出すね。出しすぎた？待って、やばい、出しすぎたかも。塗っていきます。結構、柔らかいわ。テクスチャーは、結構テクスチャーは柔らかめの、ちょっと待って、僕、裸眼なんでちょっと見えないんですけど、ちょっと塗ってきます。テクスチャーは明るめ？じゃあ、テクスチャーと柔らかめになると、伸びやすい感じの。いいんじゃない？なんか前使ってたやつよりもめちゃくちゃ伸びるわ。うん。なんか、トーンアップした。てか、でもすぐちょっと乾いちゃうかも。乾いちゃうっていうか、塗り方が下手かもしれない。顎やりすぎた。やばい。顎やりすぎた。トーンアップした？トーンアップしたかな？こっちがさっきの顔。ちょっとしたか。いいね。これから使っていきます。次ですね、ちょっとやばい感じがするんですけど、普通に紹介していきますね。こちら、プリーン！見えますか？ジョンセンムル、エッセンシャルスキン、ヌーダークッションリフィルって書いてあって、先に紹介すると、2つついてきて、あとこの、パフが2つついてきて、サービスなのかなと思って、あと、この、めちゃくちゃ試供品っていうの？めちゃくちゃ、これ何人分みたいな、何人分ですかみたいな感じのやつの、何の試供品かわかんないんですけど、試供品が、1、2、3、4、5、6、7個もついてきて、あとこの、リップの、お試しセットみたいな、やつもついてきて、こんなにすごいんだと思いながら、一旦開けてみたの。今度動画紹介して、一旦見てみようと思って、開けたのね。で、あれ？こんなちっちゃいんだ。柔らかいみたいな。みたいな感じで、よく見たら、僕、リフィルを2つ買ってました。やばくない？どうしようこれ、本当に。リフィル2つってやばくない？これ、使えるのかな？開けてもいいのかな？僕、クリオと VT とかは持ってるけど、それ詰め替えれないよね。さすがに違う会社だし。どうすればいいの？ジョンセンムルまた買えばいいんだよね。ジョンセンムル。で、このお値段が4855円。リフィル2個で4825円。確かに話うまいと思ったわ。多分2個ついてくると分かってて、リフィルがもう1個ついてくるのかなって勝手に思ってて。やってみる？使えるじゃん。使えるんかーい。使えるじゃん。使えるよ。逆にこっちの方がちっちゃいからいいし。別にいいです。使えるじゃん。もう使えるわ。使いました。文句なんか言わずにやっていきましょう。僕はですね、何色買ったんだろう。なんだっけな。僕何買ったんだろう。ほんとマジ。こんな、紹介する人いないよ、こんな。僕はこれです。マジ、英語読めない。ごめんなさい。ピント合ってるこれ。合ってる。これ何色なんだろうね。わかんないけど、とりあえず中間な感じのやつ選びました。早速塗ってきます。ここを輪ゴムとかで詰めちゃえばさ、落ちないし。これポンポンポンってやるんでしょ。ジョセムルー。おっ、あれ、え、何かが違う。え、待って、やばい、アイドルだ、こんなんめっちゃ、待って、めっちゃアイドル。エビナイエビデイラッタッタ。大丈夫、これ村ある、もうなんか分かんなくなってくる。村って分かんなくなってくる。え、どう、めっちゃよくない？僕よく栗をなんか厚塗りみたいな言われて難しかったんですけど、これなんかさ、なんかナチュラル男、ナチュラルではないか。え、いいんじゃない？よくファンで栗を塗ると鼻がカサカサするんですよ、たまにね。だからカサカサするんですけど、これしないわ。え、これやっば、おすすめです。あったあったあった、この色だ、この色、この僕ライト、ヤガミライト、セムハイティントリップラペを塗ってきます。おお、いいんじゃないこれ。こういう色です。見えますか？なんか、なんだろう。え、待って、ジョンセンムルいいわ。みんなありがとうございます。はい、次はですね、こちらプリーン 3C ね、ミリアイクラーパレット、ドライブーケットのアイシャドウです。お値段は3です。あ、ちょっと僕が買った時の値段ちょっと覚えてなくて、さっきググったら今セール中で、多分今は3330円です。お前アイシャドウ持っとるだろうって思う方がいると思うんですけど、僕アイシャドウを持ってるクリオのめちゃくちゃいいオレンジの、多分皆さんは超使いやすいと思うんですけど、僕ラメの使い方がちょっとまだ分かんなくて、ラメを使い方分かんないので、このラメがないやつを買いました。そう、なんか捨て色がない、なんか捨て色がないっていうか、なんか塗ってくない？じゃあなんかよくこれ先塗るよ、なんか白いやつ、これなんかポンポンポンみたいな、ポンポンポンって塗って、この色塗ってみます。これでまたこうやって一石二鳥塗りして、結構つくわ。あ、ま、つきすぎたかな。なんか結構つくわ。発色がいい。え、なんかぽくない？ちょっとぽいやん。で、このなんて言うんだろうね、この色？これを塗ってきます。え、わかんない。難しいな。反対はこの結構赤いとか、この中の主役という感じの、違うか。塗ってみるね。難しいね、これ。一歩間違えたら歌舞伎だよ。よー、オレンジかなこれ、わかんないけど、この色いいわ。じゃあ他の色もみんな気になるでしょ。この色はなんか宮脇さくらさんって感じの、お、すっごいなんかピンクって感じだし、ちょっとこの感じのやつはなんか、なんだろう、ま、僕はさ、男肌だからさ、なんか全然気持ち毛が生えてたわ、ごめんなさい。これなんかピンクって感じだし、これはですね、あ、すごい、なんかこれは結構いいかも。ピンクだよみたいな感じのやつだ。このなんかダークなレッドベルベットっぽい感じのやつは、あれレッドベルじゃん、この色やば。え、これもいいかもね。なんか全然落ちない、本当に落ちない。ほら、やばいよ、めっちゃハンコを押した人だよこれ。はい、次はですね、こちらプリーンバークザセムのセンムルエッセンシャルティントリップバーム。僕が買ったのは人気ナンバー1のレッドとオレンジを買いました。これ買ったのは楽天で買ったんですけど、僕が買った時に1個買ったら1個ついてくるやつで1200円でした。で、このリップはおすすめされたっていうか、なんかググったの、なんか韓国アイドルメイクみたいなリップみたいな感じで調べたら、これが出てきて良さそうだなと思って買いました。先にこのレッドを塗ってきます。なんかさ、ちょっと濃いかもしれんけど、あ、いいんじゃない？いいのでは？ちょっとティントなんであんま落ちなかったんですけど、オレンジを塗ってきます。え、待って、オレンジめっちゃ良くない？やば、待って、オレンジめっちゃ良くない？ちょっと濃いかな。てかこれめっちゃなんかいいかも、楽しいかも。このリップはさっきも言ったんですけど、公式じゃなくて楽天で買ったんですけど、このパックついてきました。多分すこぶるうさぎっちのパックが、いい感じのやつが来ました。イエーイ。はい、というわけで今回は新しく買った韓国コスメを紹介してみました。どうだったでしょうか？本当に良くない？どう？文句ありますか？みんな、教えてくれてありがとう。じゃあみんな、次の動画で会いましょう。バイバーイ。ティーバーン。